ピラルク役の関智一さん、お願いします。はい、僕もあのキャラクターは保留組なんですけど、僕はあの皆さんと一緒でもうシティハンターの、まあ、本当大ファンで、多分もう声優業界でも1、2を争うシティハンターファンじゃないかと自負しております。でもうスタジオの行くたびにですね、あのシティハンター出たい出たいって言ったのに、叶わず叶わず20年ぐらい経ってやっと今回出演することができました。ぜひ、私もどんな感じで出てるか皆さん楽しみに見てみてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。続きましてエスパーダ役の木村昴さん、お願いいたします。皆様本日はご来場くださり誠にありがとうございます。エスパーダをやらせていただきました木村昴です。どうぞよろしくお願いします。そうですね、緊張しております。なんせですね、やはり長きにわたり皆様に愛されてまいったすごい作品でございますから、やっぱりなんか喋り方変だもんね緊張が伝わります。すいません、なんで僕が最後なんだろうなというふうに思っておりますけども、まあ、とにかく次の世代にだったり、まだシティハンターを見たことがないっていう世代に、まあ、僕の代で代でと言いますか、まあ、僕のこの年代が、このまたこうねバトンをつないでいきたいなと思って、ごめんなさい、日本来てまだ間もないもんで、すみません、ちょっと日本語が伝わないんですけれども、まあ、とにかくですね、めちゃめちゃ面白い作品になってます。心を込めてやらせていただきましたので、皆さんぜひ楽しみにご覧ください。よろしくお願いします。そんな中でもう木村さんがずっとさっきから緊張した表情をねずっとされてるんですよ。もう大丈夫です。あ、もう緊張なくなりましたか。はい、もう先輩たちの楽しいお話伺ってたらなんかすごくこうほっこりしてまいりました。あ、ほっこりと言いますか、もっこりと言いますか。あ、出ました、まあ、誰より先に言った本当です。神谷さんよりも先に先輩差し置いてというような。ダメだよ、怖いぞ、神谷さんがどうなんだ。ごめんなさい、失礼。ダメだよ、ごめんなさい、忘れてください。木村さんもね、このエンジェルダストでシティハンターの世界に入られたということですけども、ね、いかがでしょう、気持ちは。まあ、残念ながらこう僕はまあ33歳の年なんですけども、こう世代と言われるとまあちょっとこうその後の世代なのでど真ん中ではないんですけれども、まあ、大人になってこの作品に触れる機会が、まあ、幾度となくあって、で前作の劇場版も映画館で拝見していたりとっていうふうに、この作品に触れてはきたんですけれども、まさかそこに自分がこうして入れるか入れたっていうのがすごくやっぱ光栄でしたし、非常に個人的な、まあ、個人的な感想ではあるんですけれども、関さんと、まあ、こう2人で今回新キャラをこうコンビでね。そうなんですよ、はい、もうここのコンビは長いですから、はい、そうですね、多くの、なんかいつもと違う感じだったよね。あれちょっとなあれ、うん、これはダメなんですよ。いろんな壁越えてきたいや、まさとさん、すごい空気ですね、これこれもおはようございますやると思っちゃうあれ久々に聞きましたけど。ですから、そういった楽しみだったり嬉しい気持ちなんていうのもあったりしまして、で関さん、先ほどお話にもありましたけども、本当に関さんがシティハンターが好きなんだなっていうのが、まあ、隣にいてものすごく伝わってまいりましたし、アフレコの時もすごく楽しそうでした。はい、神谷さんと井倉さんにサインもらいましたからわあ、すごい、はい、僕は LINE 交換しちゃいました。俺だって交換したもん LINE。 俺メッセージ送ったら返事来たもん。俺神谷さんと小包のやり取りしてる。小包、小包って何。小包のやり取り、やりちょっと響き怪しくない。神谷さん、小包のやり取りされてるんですか。あ、しております。そうです。小包ってないの。叶わねえ。お送りするとちゃんと帰ってくるんですよ。はい、嬉しいです。ありがとうございます。 ですか。そんな、ね、関さんともこうご一緒されたというような、はい、もうレジェンドの皆さんも、はいはい。